はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはロストヒーローズ、バンダイナムコゲームスが2012年9月6日に発売したタイトルで、定価は税抜き5980円。パッケージの表面を見るとね、まあロストなんちゃらとか、まあそういう系のね、こう、まあ、ロストなんちゃらじゃないな、バンプレさんのね、まあこのコンパチシリーズというか、まあこういうシリーズはだいたいファミコン時代から仮面ライダー、ウルトラマン、ガンダムっていうね、この3種類のキャラクターがここ、まあガンダムは SD 系ですけどね、まあごちゃっとした感じでも出てくる、まあゲームなんですけど、まあそれに見合うようなね、多分この時期としては最新とか、こうメインどころになりそうなキャラクターを中心にキャラクターがいっぱい並んでるようなね、メインビジュアルになっています。でも背景はほんと宇宙っぽいんだけど、結構ね、こう、黒系、紺とか、まあ青系で来るとね、ちょっとこう、なんかこう未来がありそうなんだけど、この紫系で来るとちょっとね、こう、なんか暗黒系のイメージが強まるというかね、ちょっと不吉な感じがするけど、まあだからロストなのかなっていうところが、まあ表現としてロストの表現がこの紫かなと勝手に思ってしまいました。はい。でね、これはバンダイナムコゲームスさんだけど、バンプレブランドなんで、バンプレストのロゴが右下にあって、で、左下には、セロー B、12歳以上対象のアイコンがあります。で、側面を見ると、まあキューブがあって、ね、まあこれはゲームの中では、まあ拠点っていうか、まあそういうところのね、まあ目印なんで、まあそういうところがアイコン化されてると。で、タイトルはロストヒーローズ、縦書き表記、カタカナだけ。で、バンダイナムコゲームスの社名が入っていて、セロ B12 歳以上対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、絶望襲来。そこは悪に満ちた絶望の世界。力失われしヒーローたちの戦いが始まる。ということでね、なかなかこう、不吉というか、まあそういう感じのね、表記になってて。まあ、ダークヒーローとかそうじゃないんだけど、なんか、ちょっとね、ダークなイメージがあるような気がしちゃいますよね。で、ウルトラマン、仮面ライダー、ガンダムシリーズの新旧15キャラが悪に完全支配された絶望の世界に立ち向かうヒーロー RPG。力やは技を失い、圧倒的に劣勢なヒーローたちによる重厚な長編クロスオーバーストーリーが展開するということで、やっぱりクロスオーバーするときっていうのは、アクションゲームとかだとなかなかこうストーリーの挿入難しいんだけど、RPG だと割とこうストーリーに沿ってね、プレイしていくような感じになるから、自然とこう、で、あとキャラクターのカスタマイズとかでね、いろいろ技とかをこう活かせるので、まあ RPG とかね、まあもうよくあるのはスパロボみたいなシミュレーション RPG なんですけど、まあ大体こういうカテゴリーだとやりやすいのでね、そっちに、ね、こう流れていってる雰囲気はありますね。で、スクリーンショットが1、2、3、4、5個ぐらいあって、まあこれは多分ゲーム画面でいいのかな。で、その下に、左から順番に、自由度の高い育成システム。多彩な技を習得、強化してヒーローたちを自由に育成することができる、スキルツリーシステムにカスタマイズ要素満載のフォースや装備強化も搭載。で、次がバトルが、最大4人パーティーでのコマンド選択式バトル。洗練されたビジュアル、サウンドによる迫力の戦闘シーンが展開。巨大な敵と、戦艦に乗り込んで戦うライドバトルも搭載。で、さらに、右側がね、ストーリー&ダンジョン。作品の枠を超えて、300体以上のキャラクターが登場。オートマッピング式の多彩なダンジョンを攻略し、隠された真実へと迫れ。ということでね。まあ、一番右側のスクリーンショットもね、一応、あれ、これは 3DS の画面とすると、縦横比が上と下画面で違うはずなんだけど、なんでこういう、これは、まあ、とにかくね、下画面の方がマップで、上画面の方が、3D ダンジョンの入ってるようなね、画面になってますね。なんで合わせちゃったんだろう、左右。はい。で、ジャンルがヒーロー RPG。プレイ人数が1人用。セーブデータ数が2。3D 映像の表示がありとなっていて、通信仕様は
すれ違い通信対応で、ダンジョン生成となっています。で、コードは CTRPALHJJPN と TSACTRALHJJPN の2つのコードがあります。パッケージを開けると中には、操作説明シート、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、と、これは初回封入特典ですね、が入っていて、パッケージの中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートの表紙は、これはパッケージ表面の、ロゴの後ろにね、いる、メインとなっていると思われる、仮面ライダー、ウルトラマン、ガンダムのキャラクター1体ずつがね、立ってたんですけど、そこだけが抜き出されてる感じですかね。背景は多分一緒かな。だから配置替えでこう、やってますね。で、コードが MAACTRALHJJPN ですね。で、開くと操作方法ということで、まあ、左側のページにはね、Nintendo 3DS 本体とにボタンのね、名称紹介があった上で、基本操作。で、右側のページにはバトル操作、ライドバトル操作、ダンジョン操作、ライドダンジョン操作ということで、まあ、これこそね、操作説明シートに該当するという、まあ、立派な操作説明シートになってますね。で、右下には本ソフトの説明書についてということで、電子マニュアルへの誘導があります。で、最後のページは、バンダイナムコゲームズ公式サイト。まあ、あと、これは、お問い合わせ先とかね、セロとかがあるんですけど、これはまあ、基本的にバンダイナムコさんね、バンダイナムコエンターテイメントに社名変わってるんで、今は多分このサイト自体が存在しないと思います。で、ゲームカードを見ると、まあ、これパッケージとかと同じように、背景、紫色のね、不気味な、宇宙にこう選んだけど、ここは惑星が見えてるんで、ちょっと違うんでしょうね。景色っていうか背景っていうかね、素材が違うような気がしますが、で、まあ、コピーライトいっぱいあるね。で、ジャスラックもありますね。これパッケージ裏面とかにも出てたけど、まあ、はい。で、コードが LNACTRALHJJPN ですね。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNACTRALHJJPN のコードが振られていて、ポイント登録有効期限が2014年9月30日まで。さらに、初回封入特典なので、まあ、数量限定初回封入特典なので、これは、まあ、全部には入ってないんだろうけど、まあ、初回で購入すると、ファミコン SD ヒーロー総決戦の、Nintendo 3DS 移植版ダウンロードっていうのが、の、コードが入っていました。はい。これどっちが表面なんだ？あ、こっちか。ダウンロードコードね、ソフト引き換え番号と管理番号が記載されている方のページが、に、コードが、SCQCTRALHJJPN ですね。で、中を開くと、操作方法はね、ソフト引き換え番号入、あ、ゲームの始め方、ソフト引き換え番号入力後、ロストヒーローズのタイトル画面で得点を選ぶと SD ヒーロー総決戦の画面になります。ここでスタートファイルを押すとオープニングデモが始まり、ゲームがスタートします。ということは、このダウンロードコードでダウンロードをするんだけども、ゲーム自体はこの1個ね、3DS の中にダウンロードソフトが表示されるんじゃなくて、このソフト、ロストヒーローズの内部コンテンツとして SD ヒーロー総決戦があるんで、ちょっとね、今回の、プレイ動画は、ちょっと、もともとね、その、プレイしちゃってた本体と違う本体なんで、これはプレイできないな。はい。まあいいや。はい。で、初回封入特典、あ、これ最終ページで、こっちの方には、数量限定初回封入特典ファミコン SD ヒーロー総決戦の Nintendo 3DS 移植版ダウンロードの手順ということで、ここにダウンロードの手順の説明が記載されています。で、ちなみにこれ初回限定特典なので、多分再販とかのバージョンを買うと
入ってないんだけど、多分ね、これを中古で購入される方はね、見分けがつかないと思うんだけど、少なくとも初回封入特典は、新品で買うときはね、こう、見分けつかないと思うんだけども、こういうシールが貼ってあるんですね。これ何かっていうと、初回封入特典、ファミコン SD ヒーロー総決戦の任天堂 3DS 移植版が入手できるダウンロードコード付きって言ってね、コードが SHA かな ?CTR、A、なんだっけ、A、他と一緒だよな。他と一緒だから、ALHJ か。ALHJJPN ですね。ちょっと見にくいけど、まあそういうコードも振られてるんでね。もしね、未開封でロストヒーローズを手に入れて、これ再販版かな初回版かなわかんないなと思ったら、このシールが貼ってあるかどうか確認してください。ただ、再販版と初回版で中身の違いは多分、このダウンロードコード、この紙はね、入ってるか入ってないかはあるんだけど、それ以外の違いがあるかどうかはわかりません。まあそもそもそのパッケージのね、コードがどうかわかんないんで、ここはちょっともしかしたらバージョン違いをね、気にする、ちょっと、怪しんでもいいのかなという、気配がします。実際はわかりません。はい。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。